鉄道ニュースの時間です。こちらは川崎の臨海部を走る南部支線の車両です。 D127 系で2両編成です。もともと新潟を走る車両でしたが都会に移動となりました。新潟の JR で2編成だけの異端児となったこと、南部支線で走っていた E205 系が老朽化していたことが原因です。雪国を走っていた車両が工業地帯を走っているのはびっくりです。浜川崎から知っての7分の距離を往復しています。ぜひ会いに行ってください。ありがとうございました。株式会社工事と公募がお送りしました。